ゲーセンあったってまあ客来ねえよなってしみじみ思うわ。下でいいよ、そんな切羽詰まっちゃうけど、むしろ開くぐらいでしょ、なんかうちもさ やりたいなとか思うけどさ、うちがやる時間絶対なんかさうざそうなのしかいないから、初心者だからなんか嫌だな、めんどくせえのに絡まれそうです。絡んでくんのうざいよな。まあもうババアだから声かけられないと思うけどね、多分。まあ、前は魅力的だったもんね。ん？魅力的だったもん。今ねってこと？嘘だよ。でもまあ髪の毛切っちゃったからね。うん、そう。だからそれが嫌だったから切ったのもある。うん、正直うざいし。長いと長かったで俺は良かったけど。マジで変なの来なくなって切ってから。うん。よいしょ。でもちょっとボブショートぐらいには伸ばそうかなって思うとき。まあいいんじゃない。耳かけたらちょっとショートになるぐらいな感じのヘアスタイルみたいな。うん、ま、昔の浜崎あゆみみたいな髪型だな。あ、いいや。さてさて、じゃあ結局前髪あった方が似合うな多分。あんま真ん中系そんな似合わないね、デコ出しの。あ、そうでもない。いや、あこのとこにあれあったの、理想が言いやがった、一丁目前に。あ、あっていいと思う、ここなんか。めったに光らんだろうけどな。ちょっとタイヤ痕からするとちょっとアホそうなのがビー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 、しかし奥多摩にはないこの奥深さだね、山がやっぱ。ああ、そうだった、おっとっとっと、忘れてる。あ、行っていい、でーす。そうだ、忘れてた、ね、そういえばあった。こういう工事は大事だからね。まあね、崩れを起こさないよとか補強でしょ、この多分。うん、カロッツイリジャパン、もう確かなかったな。ここも狭いんだよな、また。あれさっき地平な道取ってたのかな、本当。すげえ行きやすいんだけど、さっきより同じ道な気がするけど、さっき違う気がしてきたよ。いや、まださっき、さっきみたいに細いとこ行ってないからじゃない。まだ取ってないってこと？うん、取ってない。もっと後じゃん。いや、だってもうそろそろ終わりだよ、これ。右行って、あの、いつも通りの道なんだよ。なんだっけ、大谷見峠じゃなくて十国峠のところまで行っちゃう。十国峠じゃねえや、三国峠。びっくりするよ、十国峠はおめえ、うん、突然神奈川に転送されちまった。まあ行くけど、三国峠のとこ行っちゃうんだよ。道間違えたんだな、違うのかな、どっか違ってたのかな、うん、だからあれ出せばよかったんだよ、初めから。やっぱ空駅出せばよかったね、素直に。道の駅って、ありがとうございます。あ、入ってこれいいや、入ってないでこれだったら撮影しよう。後ろの車も車間距離上げてくれてるし、マナーあるし、うん、よきよき。これが普通なんだよ、これくらいとね。みんな知見だよ、これくらいと。逆にこう対向車も本当分かりやすい時間帯だからね。さすがにねえだろ、電気つけてねえのか。まあここ暗いからね、うん、街中だと明るいからたまにつけ忘れちゃう人いるみたいだけど、まあ結構忘れるね実際。でもさ、カーナビの明るあ、でも待って、車によっては変わんないの、分かんないのか、分かんない分かんない。うちすげえこのカーナビ分かりやすいなと思って、そのライトがついてるついてないか。だから最近すげえ聞くじゃん、うん、じゃあ、 あの件以来意識するようにしたから、うん、意識するとすっごいこの車分かりやすく言ってくれてるから、マジ初心者向けだねこの車。ほら、でもこれ右だもん。あれ、うん、この道に行けなかったんだよ。どこで間違ったの？多分変なねところで間違った。まあいろんな分岐あったもんね、確かに、うん、そこで運悪く言って、確かにもう危ない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 、出すぎだよ。あ、こっちさ、左寄ったら溝に落ちるんだからやめてくれよ。うん、あ、もう越えてなかったからよかったけど、よく見たら越えてるように見えた。うん、これなんていうの、深山橋っていうの。確かにもうなんか、たまに、なんかもうたまに戻ってきたでしょ。あれさっきなんかさ、上野原通ってたよね。うん、
うん、だから変な道行っちゃったんだよ。どこ間違ったの？まあいいや。何この、そう思ったらやっぱここまた来たくなってきたな。うん、だったらいいや。俺だから変な道行ったからね。どこ？あ、ここ違う。間違えた。失礼。あんた紛らわしい。あ、あれ？これあそこじゃん。いつも止まってるとこじゃん。駐車場。あ、本当だ。違うな。じゃあ来た道に戻ってないよ、これ。あ、そうだ。だからだよ。だから小杉村行くんだったらこっちから行った方がもしやいいってことなんだよ。あ、そういうことか。そうしよう。うん。で、道は来た道に戻ってないよ、これ。うん。ここから行きゃいいんだよ、じゃあ。そうしよう、ちょっと待って。深山橋ね。いや、わかんないけど、これどの道だっけ？書いてあるから、そこに。ちょ、このルートでどうやって帰るっけ？これって、要はあそこじゃん。あのダム行くとこの道じゃねえの。そうだよ。だから、それで行きゃいいんだよ。あ、間違えちゃった、これ。さっきの車、ごめん。まさかと。なるほど。待って待って、右。どこ出るっけ？めっちゃ近いね、そしたら。これどこ出るっけ？あ、いや、忘れちゃった。わかんない。でも三国峠は通らない。うん、通らないから混む道に出るだけじゃない。まあいいや。下手な道行くよりも普通に帰ろうか。もうこの時間なら別にこっちでいいんじゃない。うん、多分。いや、このまま行こうかな。え？箱根。箱根のご飯全然用意しなかった。家に帰るっていうから何も用意してない。いや、こんな時間になると思わなかったもん。メガネとかないと無理だよ、私コンタクト。この時間のね、2時間ぐらい前に持ってると思うんですよ、うん、正直。まあ、うちもそんぐらいで帰ると思うんです。まあ、別にっていうところ、どこのルートになるの？奥多摩、あ、奥多摩の過ぎたから、なんか覚えちゃってるの嫌だね。高尾山異常なまでに見たよな、救助隊。今でも高尾山で滑落してた人を見たのは忘れられない映像だった。高尾山よりあれだったけどね、三宅さんのあれも山頂近くだから本当怖かっただろうな、もう、うん、時間だんだん薄暗くなるから。まだあれがさ、なんかね、まだ1時2時だったらまだ明るいし、登山客もいっぱいいるからさ、うん、で、変にまだ野生動物も出づらいからいいけどね。全然登山客いない状態だな。写真撮らせればよかったね、顔隠して。そうすれば余計伝わりやすかったじゃん、レンジあたりに。ただ大変でもね、うん、あの、もそうそうそう、なんか違和感というか、絶対その SNS とかで探すとかそういうこと絶対しません、ね、あのレンジャー隊にも見せて、ね、呼んでるってことじゃ多分途中で遭遇すると思うんで、なんか分かりやすいように、そう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 、伝えられるように写真顔出す写さないんで撮ってもいいですかって言って、うん、その場所のこういう場所っていうさ、座ってる位置とかもさ、うん、でもね、あそこでね、でもね、そうだ
救助隊の人たちに会った時も相当思ったことが序盤の方だったもんね。一番最後に歩いていた人さ、山頂近くの吸った瞬間マジかっつってたもん ね、 ねあそこかって形だったもん、ね、いや、あそこから山頂までだってもうほぼほぼ山登りやん。